竹トルジョの会です。超考察会トップトロット竹です。よろしくお願いします。ということで皆さん、1103話で考察が的中しましたっていう動画、月曜日に上げましたよね。クマが助けに来たとか、クマがボニーの身を案じる理由を知ったとかっていうところが的中していたんですけど、それ以外にも、これ、当たってんじゃねっていうところを僕は見つけてしまったんですよね。しかも同じ1103話ですよ。すごい。だからそれを今回話していきたいということですね。何が当たったか結論を発表したいと思います。太陽の神ニカのモデルが的中しましたね。おお、そうだね。これですよ。皆さん覚えてますか？僕は過去の動画で太陽の神ニカのモデルは仏教の最高神大日如来だという考察を出してるんですよ、うん、その考察が的中していることが、今回1103話のベガパンクが保管していたクマがボニーの10歳の誕生日プレゼントのために用意していたネックレスが出たことによって明らかになってしまったんですよね。まず1103話のボニーがもらったネックレス、これね、よーく注目してください。それを踏まえた上でベガパンクとボニーの一連の会話をご覧ください。何？クマから預かっておった10歳の誕生日プレゼント、お父さんから嬉しい、綺麗、サファイアだ、太陽のネックレス大切にする、お守りじゃと言うとったが、このシーンなんですよね。このことから、このネックレスは太陽の神ニカを信仰するバッカニア族のクマにとってお守りだということがわかりますね。さらにこのネックレスはボニーの発言からある通り太陽のネックレスだということがわかりますね。なぜボニーがこれを太陽のネックレスと言ったのかに関しては、ボニーにとってこのマークイコール太陽のマークという認識があったからなんですよ。なぜその認識があったのかというと、ボニーの父であるバッカニア族のクマが太陽の神ニカを信仰しており、そのクマがお祈りをする教会にこの太陽のマークがあったからなんです。そしてボニーも制御クリンの治療をする前まではその場所で育っているので、このマークをボニーも知っているんですよ。このことからクマがお祈りしていた太陽の神ニカのマークがこのボニーのネックレスのマークということがわかるんですよね、うん、そしてこのマークが太陽の神ニカのマークであることは、僕の考察をしっかり見ている方ならわかると思います。このマークは僕が過去の考察で話している太陽の神ニカのモデルである仏教の最高神大日如来如来のシンボルと全く同じだからなんですよね。なぜ大日如来がニカのモデルだと僕が考えているかに関しては、大日如来と人々の目幻獣種モデルニカを食べたルフィがリンクする点が多いからなんですよね、うんうん、過去の動画で話しているんですけど、この動画でも発表したいと思います。どこがリンクするかというと、太陽の神である点がまずリンクしています。そしてこの世のものを自由に生み出せるという点もリンクしていますね。さらにニカになったルフィと同様、全身白色になるという点もリンクしていますね。そして血脈にドラゴンがいるという点もリンクしていると。他にもありますが、このようにリンクする点が多いことから、ニカのモデルは大日如来と考えているという話を過去の動画で話しているんですよ。そして先ほども言いましたが、大日如来のシンボルこそが今回1103話でボニーが太陽のネックレスだというものと全く同じだと。だからボニーはこのネックレスを太陽のネックレスだと言ったんですよね。つまりこのボニーの発言により、僕が過去の動画で話しているように、太陽の神ニカのモデルが大日如来ですよって言ってるようなもんなんですよ。おー、これですよ。うん、はい、なんか流してたの、太陽、まあ、太陽あげるだろうなみたいな。うんうんうん、でもさ、青色でしょ、サファイアだから。そうなんですよ。だから太陽って分かんないもん、もらった瞬間。そうなんですよ。だからこのマークを見て太陽のネックレスだってボニーが言ったんですよ。なるほど、確かに。まあ的中するために考察をしているわけではなく、面白い動画を皆様にお届けするというモットーでやたらせていただいてるんですけど、当たってたら当たってたで嬉しいじゃないですか、うん、だから今回このような動画を出させていただきます。やっぱ説得力が欲しい人も見てると思うんだよ。今さちゃんと当たってるっていう動画を示せることにさ、はい、その人たちにも、ね、じゃあもっと見ようかなみたいな。そうですね、なるからね、多分言ってった方がいいと思います、はい、これは。そしてこの考察が小田先生の放送の中で本当に的中しているなら、怖いことが考えられるんですよね。それは何かというと、この太陽の神ニカのモデルの大日如来は
先ほどのシンボルとは別でもう一つシンボルが存在するんですよね。それがこのマークなんですよ。このマークがなんと世界政府のマークと全く同じなんですよね。皆さんこの意味がわかりますか？太陽の神ニカのモデルが大日如来だとしたら、ある巨大な王国側、つまり D 側であるルフィがニカの力を持っているように、世界政府側にも黒幕のニカが存在するということなんですよ。なるほど。ラスボスっぽいね。そうなんですよ。そして僕は過去の考察で黒幕のニカの正体こそイム様であり、イム様もニカの力、つまりルフィと同じ能力を持っているという考察を出してるんですよ。その考察も当たっているかもしれないんですよね。うわ怖いですよね。イム様の能力がまあ当分明かされそうにない雰囲気はあるから、これは多分だいぶ先の話にはなってしまうと思うんですけど、イム様の能力が完全に明かされるとき、主人公のルフィと同じ能力だとしたら怖いですよね。見た目もちょっとルフィに似てたらそれこそもう怖いですし。いやこれ思った、違う考察も言っとくわ。おお、言っといたらさ当たるみたいなことあるからさ。そうだよね。ニカが何でも作れるってことじゃん。だからもうこの世の作った人じゃん。ああ、だから、もう世界政府も、世界政府じゃない、まあだから、ばっかり族みたいな人たちも、ニカが作った。だから、お互い信仰してるんだよ。だから、二つのシンボルを持ってる。それが、始まりは一緒だった。そう、善と悪みたいな。でも、お互い信仰してるんだよ、ニカはね。うわー、ありそうだね。これあります。確かに、面性みたいなね。そうそうそう。タケオは二つシンボルがあるから、二つにニカ属すみたいなことじゃん。じゃなくて、俺言ってるのは、ニカは一人なんだけど、作ったみたいな。二つ作ったから、みたいな。もともとは一つのニカなんだけど、二つをニカが作ったというか。まあそう、ニカという一人が、いい世界と悪い世界を作ったみたいなこと。なるほどね。でもまあ、これはどっちがいいか悪いかは、よくあるじゃん。善と悪はどっちが正義かみたいな。そうそう、確かに確かに。悪があるから善があって、善があるから悪があるみたいな話、ね。そうなんだよね。結局みたいなことだから、お互い善と思ってるだろうし、お互い的なこと悪だと思ってるみたいな。そういう善と悪、善と悪みたいなものを作ったのが、うわーなんかね、壮大な話だけどありそうだね。最後にふさわしいぐらいの壮大。これです。違います、やめてください。これです。全部美味しいとこ持ってかれた気がするな。今日の動画の見せ場は今のです。なんならニカの可能性もあるかも。モデルニカってことはニカではねえじゃん、ルフィって。あ、確かに確かに。ニカが死んでないでニカだったらさ、部屋には剣置いてあるからさ、ニカ剣となんか杖みたいな。おぉ、イム様と名乗る人物は実はニカだったってことか、みたいなのもあったりね。これも当たりますよ。やめてくれよ。話をボニーのネックレスに戻しますけど、このボニーのネックレスは今後の展開ですごく重要になると僕は考えていて、どう重要になるかの考察ももう作ってありますので、はい、近日公開すると思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。ということで、この動画がいいと思いましたらいいというみんなコメントでごちそうさんですをコメント欄で書いていただいております。皆さん使っていただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもしてくれたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。